こんにちは天馬アカデミー堀秀夫です今日はね、バンコクでウーバーを使ったら、すごい便利すぎて感動的だったというのとね、あと空港からまあこの宿泊場所まで来るときに、まあ、ぼったくらいてね、そのぼったくらいた金額もまあ300円ぐらいなんですけど、まあ、そのぼったくらいた金額のまあ約3分の1でウーバーが倍の距離を走れたと。なおかつね、 まあ私はタイ語分かりませんし、あるいはね、えー、会員の皆様も、まあ、英語は分かんないとか、ね、いうこと、あると思うんで、まあ、やっぱ言葉が分かんない国でね、えー、旅行したときに、ウーバーいいかなと。えー、ホテル行ったりなんだりが面倒だから、ツアーにしちゃってるって方はね、今、ウーバーのおかげで、そらくこのアプリを入れとけば、えー、空港まではね、空港からホテルまでも快適に移動できますし、街中の移動もね、 えー、刺して苦労をしせず移動できるんで、まあ、旅行の時はやっぱウーバーね、えー、積極的に使った方がいいなと、ね。それはあっちこっちのね、タクシー業界ともめるはずだよというふうに思いました。まあ、ちなみにね、えー、バンコクのタクシーはもう8割型ぼったくりです。ね、ガイドブックとかだとね、えー、なんかちょっと違うこと書いてありますけど、えー、20%ぐらいぼったくりがいるとかね、まあ、全然現実的にはもう8割ぼったくりです。それを思い出しましたね、バンコク。 え来て久,々久々に来て思い出しましたでまあね、えー、タクシー乗ってねぼったくりって言っても、まあ、1,000円の料金とかね5万円ですとかって人めったにいないんで、まあ、だからねせいぜい23倍なんで、まあ、目をつぶって乗るっていうのも一つの手ですし、まあ、大体東南アジアの国々ってそういうとこ多いんで、まあ、元が安いんでね、えー、ぼったくりたかったらまあどうぞというので、まあ、黙って払うのも一つの手なんですけど。 まあバンコクに関して言えば、ウーバーがあるんでね、ウーバー使った方が全然いいです。ちなみにね、昨日使ったのが、まあ、1.6キロぐらいの距離をウーバーで帰ってきて、43.3オーバーツ、ね。約160円ですね。で、呼んでから10分でやってきて、えー、で乗って降りるだけ。ね呼ぶときにね、えー、こういうふうに料金でます。ねあの 近所にね、ウーバーがいるかどうかも分かりますし、で、行き先をね、えー、決めると、こういうふうに値段が出ます。で、私が昨日乗ったのは、ウーバー X。で、このウーバーフラッシュでね、えー、お試しってこれは何なんだと思ったんですけど、とりあえずね、ウ、えーバー X の方が早く来たんで、こっち使いました。次乗るとき、これ乗ってみようかなと思ってます。で、ウーバーブラック。これは、高級車ね。ね日本でいうハイヤーみたいな感じですね。まあ、 多分クラウンだのセルシオだのベンツだの BM だのその辺の車を乗ってる人が、えー、ブラックに登録してんだろうなと思いますで支払いはねクレジットカードなんで、えー、呼んだ時にね、えー、何分できますあと車種が何で、えー、ナンバープレートはいくつですっていうのが出るんで、まあ、乗る場所で待ってねその車種見てナンバープレート確認してあこの車だと思ったらその車にね あの手を挙げるとかね、指をさすとか、まあ、指をさすってのは国によって違うからあれかな、まあ手を挙げるとかで知らせればいいです。であとは名前を確認して乗るだけで、乗って降りるだけでね、支払いはクレジットカードで、えー、されるんで、本当便利ですね。でこれね、えー、まあ、乗って降りるだけっていうのはね、そういえば空港にリムジンサービスを頼むとそんな感じなんですけど、リムジンは大抵高くてね、 ぼったくりのさらに5倍と正規料金の10倍ぐらいかかります。でねまあそうなるとリムジン使うかどうかは迷うところなんですけどまあもしもね新婚旅行とかね付き合い立ての彼女と一緒とか子供が一緒とかだったら、ね、タクシーとかで、えー、嫌な思いするよりはまあこんだけ高くてもリムジンの方がいいのかなという気はしますけど、まあ、ただウーバーを使えばね、えー、そんなこともせずに、ね、タクシーの。 えー、倍あるいはねほとんどのタクシーがぼったくりだと考えたらタクシーと同じ料金ではるかにいい車に、ね、快適に乗れるというのはねすごい大きいと思います私はアメリカ西海岸オーストラリアのシドニーあとタイのバンコクで今回使いましたけど最も感動したのはバンコクですねまあ英語はね別にタクシー乗るぐらいはできるんでまあオーストラリアとアメリカだとそれほど、ね、メリットは感じなかったと。 ただ、待合何言ってるのか分かんないしね、えー、地図見してもその場所ちゃんと行くのかっていう不安があるんで、まあ、そういうのを考えたら、こっちで自分で始めから地図,地図でね、あるいは住所で行き場所を指定して乗って降りるだけ、まあ、これはすごい快適でした。何しろね、タクシー乗るのはね嫌だから、まあ暑いしね、もう行き先告げるのめんどくさいし、えー、ぼったくらえるし、ぼったくらいるのはいいとしてもね、えー、その何、何 まあ全てがちょっとストレスなんでね。だから、できるだけ、ね、タクシーじゃなくて電車と歩いていく,と行くようにしようと。タクシーでしか行けないところはもう今回パスでいいやと思ったんですけど、例えば私ね、新市街地のところにいるんで、チャイナタウンとか遠いんですけど、チャイナタウンの一番いいかなと思ったんですけどね、ウーバー便利だから、ウーバーでチャイナタウンも行こうと思い直しました。それぐらい快適です。でちなみにこれね、泊まってるところの Airbnb の人は、 親切にいろんな乗り物でね説明してくれたんですけど、トゥクトゥクはやめろと、ね500ドル以上になるし、えー、あの危ないしね、ねおすすめじゃない、乗らない方がいいと。確かにねトゥクトゥク、えー、乗って降りて大体みんな揉めてますね。快適にねありがとうって言ってチップ払って降りてる人見たことないです大体揉めてます。 でねバンコクのあの渋滞の暑い中ね、ね排気ガスにまみれてこのオープンのトゥクトゥク乗ってね楽しいとも思えないし料金も高いし安全性も低いだろうしう全く、えー、お勧めできません、乗らない方がいいです、ね、プーケットとか行ってね空いてる道をねこのトゥクトゥクでねのんびり走るんだったら多少ぼったくられても楽しいかなと思うんですけどバンコクだと全く意味ないですねでタクシーはまあ、先ほど言ったようにもうぼったくりですほぼぼったくり。ね あとで,で説明しますけど、ぼったくりも3種類ありまして、えー、メーター倒してもぼったくりがあると。ね、で、電車は便利ですね。電車で行けるとかは電車で行くのが便利なんですけど、ただね、前はそうでもなかったんですけど、で今、なんか電車混んでますね、結構ね。だから荷物多いとちょっときついですね。えー、電車、まあ、便利ですけど。で、空港から来るとき、荷物が少なきゃ電車ね、すごいおすすめです。何しろね。 すごい混んでますんで、電車で来るとスカッと来れますんでね、えー、ここから来るときはこの電車おすすめです。エアポートリンクね。あとバス。まあ、バスはもう全然無理です。ちょっとね、見ただけで乗ろうと思わないし、わかりにくいし、まあ、バスはね、あってもなくても一緒と。逆にバス乗れるような人は、この私のね、ウ、えーバーがいいなんていうのは全然関係ない話だと思うんでね、えーまあ、バスっていうのは走ってるけど、使うことはないと思って間違いないです。 でちなみにこのバンコクの、ね、ガイドブックにこの人バンコク行ったことあるのかって感じでねあのなんでねこのガイドブックでねメーター倒せば大丈夫みたいな話を書いたのか不思議なんですけど、まあ、よくありがちですよね現地の人に聞いてこのガイドブックを書いてるのかバンコクに人が来なきゃ、ね、いけない立場の人だから、えー、悪いこと書けないのかよく分かんないですけど、えー、全然こんなガイドブック通りになんかならないです。 ねえー、メーター動いてたって危ないですしね、1、えー、人乗車は控えめに行ったってね、えーまあ、これはでも正直書いてますね、強盗っていうのはオーバーだと思うんですけどね、えー、夜などは男性でも1人は乗らない方が無難ですと、ねえー、だって、あのバンコクの便って深夜発着多いですからね、えー、どうなるのって感じですよね、まあでもそうなのかもしれないですね。で えー、ちなみにバンコクんでんなぼったくりが多いかってことなんですけど今回調べて分かりましたバンコクのタクシー料金はね以前は交渉制だったとだから交渉制の時にタクシーの運転手を始めた人はねメーター料金で、ね、安くて,だってらやってられるかよって渋滞してるんだしって俺は交渉制で行くよというのでねやってるんでしょうねあの日本人みたくルールが決まったからルールに従うとかっていうのは逆に少数派なんでね 俺は俺のやり方でやるって人が、えー、結構世の中の標準ですで。よっぽどね、ひどい罰則がない限りはそうやるんで、まあ、なるほど、以前交渉制だったんなら、交渉制の時にね、運転手になった人はほとんど交渉制でやってるんだろうなっていうのは納得いきました。そんなわけで、ぼったくりの3パターンね、えー、まず、初めに高い料金を言う、値段納得しないと乗せないと、これ、交渉制が続いている頑固で正直なぼったくりなんですね。 これね、えー、多分この人を一番悪く、ね、何しろすごい高い値段言って、えー、違うって言ったらね、じゃあ乗せないって言っちゃったっていうね、乗車拒否みたいな形であれなんですけど、ある意味正直なぼったくりだと思います。交渉性が単に続いてるだけと、ね、で交渉が成立しなかったら乗せない、ごくごく当たり前の真っ当なぼったくりだと私はこれは思います。だからね、 えー、ぼったくりの中では、まあ、交渉制で値段ね、高いのに納得して乗るっていうのが一番無難じゃないかなと思いますね。で2番目、初めに高い料金はいいよ、これ一緒ですね。ただ、料金に納得しなくても乗せてくれます。例えばね、空港まで500って言って、いや、空港は200か300のはずだって言って、あじゃあいいよって言って乗せてくれるとで。乗るけど、降りる時にね、やっぱ混んでたからとか、高速料金払う、はえーねえー、運賃300だ。 高速料金100だ、空港入って100だ、合計500だとか、まあ、そんな感じの、まあ、速なぼったくり、ね、その場所のぎでどんどん上げていくというぼったくり、ね、これ結構ね、えー、まあ、あると思います。だってね、頑固で正直になってたら、客、なかなか乗せられないんでね、遠くまで行くんだったら、とりあえず乗せちゃって、で、降りるときにね、えー、強く言えば大体のやつは払うということでね、やってるんでしょうね。 で3番目、これね、ガイドブックとか、ホテルの、ね、読んでくれたの信じてると、これに超引っかかると思うんですけど、まあ、一応、メーターで走るとね。ねメーターで走れよって言われて入、はい、って言って、あるいは初めからメーター倒してるってだけど、なんだかよく分かんないけど、遠回りしたりね、あるいは、えー、さっきの2番との合わせ技みたいな感じですけど、降りるとき、ね、高速料金とか、渋滞料金とか、空港料金とか、えー、オーバーラゲージね、ねあのスーツケースが2個あったからとか。 なんかそんなわか,かんないのとか、もうあるいはね、もう500バーツとか出したらね、お釣りはチップだろうってよこさないとか、まあ、ある意味、一番ね、迷惑な、だまし的なぼったくり。何か迷惑かっていうとね、この、遠回りをされたりして時間を無駄にするぐらいだったらね、初めから、えー、大した額じゃないんで、高く払っちゃった方が全然いいと思います。ね、えー、大体このね、ぼったくりような車って、えー、そんな、 いい車じゃないね、ボロい車ですから、ボロい車にね、長い時間乗るんだったら、初めからね、どうせだったら、ボロい車に短い時間、高い料金で乗った方が、まだマシじゃないかなと思います。まあ、そんな形で、ウーバー、超便利なんですけど、さらにね、タイは渋滞がひどいんで、今、ヘリコプターで移動したらどうかってことでね、ヘリコプターのチャーターサービスまで始めるみたいです。 始まったか始めるみたいかわかんないですけど、まあ、とりあえず、ウーバーを使った人に抽選で当たるようになっていて、抽選で当たるとね、2、3時間チャーターできると。ね、ただ、私、残念ながらヘリコプターね、乗ってみたことあるんですけど、うん、怖くて乗れないんでね、えー、まあ、当たったらね、ねただ,だったせっかくだから思い切って乗ってみようかなというぐらいで、ね、わざわざ積極的に使う気にはならないですけど、なんと、ウーバーコプターもあると。ねうん 素晴らしいですね渋滞に関係なく、ね、空港のヘリポートからホテルのヘリポートに行くと、うん、なんか映画の中の世界見たくて、まあ、やってみたい方はこれ結構ねおすすめなんでやってみるのもいいかなと、まあ、空港の、えー、ホテルのリムジンを頼むよりはこのウーバーヘリチャーターの方が安いか一緒ぐらいで使えると思いますんで、えー、どうせだったらヘリでホテル行っちゃうと。 いいいいいううののもねね一つのおしゃれととかかかっこいいやり方かなな思いますそんな形で今回、ね、バンコク何しろもう昨日の夜ウーバー乗ったらねいや便利すぎてね、えー、感動しましたね、えー、前々から使っててそら多少は便利だなと思ったんですけど不便を感じてる場所だとね、えー、便利さがより強く感じられたんで感動のあまりもうかれこれ13分以上払話してますけど バンコクで Uber を使ったら便利すぎて感動ものでした。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。